はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、皆さんは角尺竜マスカレイドというえげつねうぜえモンスターをご存知でしょうか。これね、新パックで登場したモンスターなんですけども、有効召喚したこのカードが存在していると、相手は600ライフポイントを払わないとカードを発動できないよっていう、めちゃくちゃ嫌がらせモンスターなんですよね。その全カードに600ライフを強いてくるっていう、まあ、モンスターなんですけれども、これなんとですね、2体3体並べていくと、この600ライフっていうのが倍ゲームになって、いきまして、マスカレードを例えば2体並べれば1200ライフ相手払わないとカード効果発動できませんし、なんとですね、3体並べておくと相手は1800ライフものすげえ高いライフポイントを払わないとカードが発動できなくなるんですよ。私は考えました。これ先行でマスカレード3体並べたら勝てるんじゃねと要するにですね、今回はこのマスカレードを先行で3体出してドヤ顔するっていう、まあ、そういうデッキになっております。まあ、一応ですね、融合フェスティバルでも多分使えます、これ。このエクシーズモンスターとリンクモンスターを除けば。で、これ、デッキギミックを、誘発とかも全部抜きまして、まあ、マスカレード、誘発とか入れてると邪魔なんで、マスカレードを出すときに。なので、先行取ってマスカレード3体出せるように、ギミックを全部ぶち込みました。すべてのギミックを。例えばですね、楽園劇場デスピア。それからまあ融合、そして赤の楽園、この3枚を基本的には使って融合していきます。1回目劇場で融合する、で 2回目融合する、で3回目相手のドローフェイズでもいいんだけど赤の楽園で融合する、これです。で、まあ融合召喚条件がね、デスピアモンスタープラス光か闇なので、まあデスピアンとかこのアルベルとか、アドリビデムとかを使って、まあ、融合素材を墓地から回収したり、使い回してデッキからサーチしたりね、使い回してひたすらに融合していくと。で一応ですけど、フュージョンデスティニーのギミックも入っています。これ別に抜いてもいいです。マスカレードで勝つ場合は、はい、今日はね、この1800ライフを相手に強いて、相手は必ず、効果を4回以内にこの盤面を処理しないとあなたの負けです盤面をお見舞いしていきたいと思いますので、早速いきましょう。デュエルスタンバイっていうか、クソゲースタンバイ。なんかいけそうじゃね、これなんかいけそうじゃね。テラフォーミング発動、テラフォーミングの効果で劇場、なんかある、これなんだろう、増殖してていいかな、うららかな、ちょっとわからないですね。手札誘発はまあでも正直増殖する G だったら別にいいんですよね。うららは無効にしてくるからうざいですけど、増殖する G だったらいい、もうそれはいい、もう貫通する、動く、俺はマスカレードを立てる。どんだけ引かれたところでマスカレード3体並べたら勝てるからそういう理論ね。で赤の楽園を持ってきて、でですね、まずは劇場を発動していく。劇場で1回だろ、でチンプで1回だろ、で赤の楽園1回だろ、これいけんじゃねえ、これマジで。マスカレードをまずは、融合していきましょう。これドラマトゥルギアも出る可能性ある。でアルベルはちょっと1回取っといて、でマスカレード融合して、で両方とも効果発動するぞ。エッチインプチェーンとドラマトゥルギアの効果をチェーン2で発動。ドラマトゥルギアが墓地から蘇ってきて、エッチインプチェーンで融合を持ってくる。デストーイパッチワークとかいうぶっ壊れカードをお手札に加えるという効果。これでドラマトゥルギアを特殊召喚。これモンスター数足りるか。でデストーイパッチワーク持ってきて、でデストーイパッチワーク発動、デストイパッチワークの効果融合、そしてエッチ、あ、足りるわ、足りる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 、全然足りる、めっちゃ足りるじゃん。融合発動、融合の効果によって俺は2体目の角尺竜マスカレードを融合召喚。手札のエッチエンプチェーンとアルベルで融合召喚、角尺竜マスカレード2体目。そして謎のカードを1枚セットさせてもらうぜ。そしてターンを終了だ。さあお前のターンだ。いくらでもカード引いていいぞ、いくらでもカード引いていい、100枚引いていいぞ。その代わりライフ払え。赤の楽園を発動、赤の楽園の効果により自分の墓地に存在するアルベルを回収し、
そしてアルベルとテグダのエッジエンプチェーンで融合召喚来た来たぞ。こいつを巻き込んでもいいな。これはいける。こいつを巻き込んでもいい。融合召喚各尺流マスカレード。そして融合祭として除外されたデスピアのドラマトゥルトゥルギアの効果、ドラマトゥルギアの効果により特殊召喚。はい、来たー。カードをいくらでも発動していいですけど、あの発動、あ、ハーピーの羽ぼうき全然いいですよ。ハーピーの羽ぼうきで1800万。ハーピーの羽ぼうきで1800万。さあ今度は何を使いますか。さあ1800ライフを支払ってファリスの効果、おっとヒーローだ。いくらでも発動していいけど、お前カード5回使ったら死ぬぞ。カード5回発動したら死ぬぞ。ファリスも別にいいけども。さあファリスの効果でインクリースをセットしていく。さあどうする、インクリースの効果を発動するか。インクリースの効果を発動したらもうそれ以降効果を発動することはできないぞ。なんでかって、もうライフがねえからだよ。フュージョンデスティニー、何やるな貴様、なかなかやりよる。さあフュージョンディスティの効果で1800ライフを知らない。相手はデッキから、デストロイフェニックス外を融合召喚するが、デストロイフェニックス外の効果も発動することとはできない。なぜかというと、マスカレードの効果で1800ライフを知らなければ今カードの効果を発動することができないからである。おっと厳しい、これはお相手し、お相手し、これは厳しい、これは厳しい。マスカレード3体でカードを発動するために1800万を受けてしまっている、これは厳しい。さあダッシュガイとディバインガイで融合召喚していくが、デストロイフェニックスガイで今さら何ができる、今さらそんなクソモンスターで何ができる。一応効果を発動していく。さあ効果を無効にしていく。さあこれによって攻撃力は2500だから一応突破できますね。頑張りますか。さあ今さらバトルをしたところで遅い、今さらバトルをして1体処理したところで結局1200パーはかかってしまう、これは厳しい。お相手し、もう一切カードを、そのセットカードも発動することはできない実質。セットカードも発動することさえできない。これは厳しい。エンドフェイズ。一応、化学竜マスカレードを帽子から特殊召喚していくという効果を発動していく。これによって、こいつを特殊召喚、まあ、特殊召喚すると、融合召喚したっていう情報が消えるので、600万はなくなるんですけどね。はい。まあ、関係ありません。相手はカード発動することがもう、できませんので、あとはもうひたすらにぶん殴り続けるだけで勝てるんじゃないでしょうか。あの1600を2400で殴ると、400プラス400で、おっともう800ポイントだ。さあこのドラマトゥルトゥルギアのアタックが通ってしまう。厳しいお相手し、マスカレード3体は最強だった、やはり。お相手し何もできていない、なぜデストロイフェニックスを出したのか。さあなかなかいい手なんじゃないか。とりあえず闇の湯を発動するか。闇湯を発動してひたすらにカードを引いていくスタイル、おいいぞ。あー一番使わねえのはどれだ。あーまあ正直ディアボリックあんまいらねえな。もうちょっとこのお前ちょっと一回どっか行け。で融合をシンプルに発動、融合の効果によりチンプチェーンとこれはクエリティス、あクエリティスじゃねええっ、ー、とデスピアンですね。でマスカレード守備。さあ1体目。さあお前はカードを発動するために毎回600ポイントを支払わなければカードの効果を発動することはもうできねえ。そしてデスピアンの効果とエチンプチェーンの効果をチェーンして発動。デスピアンの効果によりデスピアモンスター1体を手札に加えていく。これでアルベルちゃんを手札に加えて、そしてエチンプチェーンの効果によりデストイパッチワークとかいうぶっ壊れカードを1枚手札に加えていく。そしてデストイパッチワークを発動。デストイパッチワークの効果により融合とエチンプチェーンを手札に加えていく。このカード強すぎですよ。エッジンプチェーンとかいうぶっ壊れモンスター、やっぱ頭おかしいってこれ。そして、デスピアの道具アルベルを通常召喚。アルベルが召喚成功した場合の効果発動。アルベルの効果によってこれは赤の楽印の方がいいな。劇場で、あでも劇場でもいいのか、劇場でもどっちでもいいな。まあ一応赤の楽印にしてみますか。こうなんかもう一回ね、使い回せますもんね。クエルティスを、クエルティス社に、アルベルをデスピアンでね回収して、でマスカレードからのアドリビドゥム、アドリビドゥムアルベルか、アドリビドゥムアルベルで融合召喚、現れよマスカレード。そしてアドリビドゥムの効果発動。アドリビドゥムの効果によって
これはアルベルですね。このデスピアンを回収したいんで、このアルベルを復讐召喚していく。おい。おい。で、フュージョンデスティニー最後発動して。え、バカ。バカ強いんだけど、これこんなことが許されていいのか。こんなことが一体全体許されていいのか。果たして。やばいことが起きてるぞ。これ。え？これだって、マスカレード、マスカレード、デストロイ。マスカレード、マスカレード、マスカレード、デストロイっていうなんか意味わからん盤面できるけど、これ相手大丈夫か。さあ、俺のターン。ドローフェイズ。お前のドローフェイズに、お前が優先権を放棄したタイミングで最強のカードを発動させてもらう。俺は赤の楽園を発動。墓地で存在する悲劇のデスピアンを回収し、悲劇のデスピアンを回収した後に即座に融合することができるぜ。これによって、悲劇のデスピアンを回収し、悲劇のデスピアンと、エッチンプチェーンは除外されちゃうから、こいつの方がいいね。ここで融合召喚。現れろ。ラッシャクリュー、マスカレイド。そして、悲劇のデスピアンの効果発動。悲劇のデスピアンの効果によって、デスピアモンスター一体を手札に加えることができるデッキから。はははは、強え。これ犯罪だろ。これ犯罪だろ。相手はカードを発動するために1800万をくらい、そしてデストロイフェニックスのフリーチェーンの破壊も残っている。これはお相手し何もできないでしょう。めちゃくちゃに強い。バカなのかこのデッキは。おかしい。絶対にうわーっとサレンダーだー。まあ心折れるわな。さあ残念ながらこの最強デッキに勝てるやつはいないですね。めちゃくちゃ連勝が進んでおります。もうジェムもめっちゃ溜まってる。いい感じ。さあアレベルを召喚していく。アレベルの効果、まあ大体ね、マスカレード先行で2体は出るね。基本的に2体は出るから、まあ言うて強い。やはりこれはまあ開幕ですね。でまあディアボリックガイを切るスタイルでいくか。楽園開幕発動。さあここでドラマトゥルトゥルゲームも出てきて、そして最後の締めだ。フュージョンデスティニー発動。増殖する G なんていうか、あれあれ、なんでデッドルしか出せん。あ、でけえのがいねえのか。これあれか。だから、あれだわ。ディバイン、これディバインじゃダメなのかな。あれだ、でかいのいらないとダメだな、これね。でけえモンスター。これディナイアルガイ、ディナイアルガイはいるから、ディバインガイのところあれか。なんだっけ、あいつにしてるべきだわ。なんかレベル6以上の、そうか、デストロイフェニックスがレベル6以上っていうなんか条件あったな。なるほど。ちょっとメインギミック、まあメインギミックというかメインデッキのモンスターをちょっとね、一回ね、見直した方が良さそうな気がするね。だからあれかな、ディバインディバイン、あ、ディバインじゃねえ、ディアボリックディアボリック、まあディナイアル、なんかレベル6以上の、やあ、やめろやめろ、そんなことをしてはいけない。うん、プレデターブランズだ。やばい、2体マスカレードが、うわ、マスカレードマスカレード、マスカレードさん、厳しい。これは非常に厳しい。これはドラマトゥルギアは使っても使わなくてもあんま変わんねえが、これはあんまり変わらない。これは厳しい。これは厳しいぞ。一気に形勢が厳しかったこれは厳しい。マスカレードさんが2体とも一瞬で処理されてしまった。これは厳しい。非常に厳しいぞ。うわうっそ、いや、見とくせに痛い。そんなバカな、そんなバカな、そんなバカな。ネクロバレー、ネクロバレー、ネクロバレーってなんだよ。ネクロバレーってなんだよ。やばいって。ネクロバレーは墓地からモンスターを蘇らせられなくなる。これは厳しい。ちょっと待ってくれ。でもこのデッキすげえな。なんか超融合2発打たれたのにモンスターめっちゃわらわら湧いてくるのすげえな。なんか知んねえけど、
エレーモンスター出てくるぞ。やばいやつ来たこれ。やばい、日本全土測量パンチも来た。やばい、伊能忠敬はかなりやばい。非常にこれでネクロバレーを割ることはできなくなった。これは厳しい、これは非常に厳しい。嘘やんけ。何でもありだな、もう何でもありだな。なんだこの盤面、強すぎるだろ。どうなってんだこれ。超融合2発は犯罪やって。助けて。うわどうもすいませんでした。